岩田明子は、日本の政治ジャーナリスト。NHK 報道局政治部記者兼、NHK 解説委員室解説委員。NHK 報道番組でコメンテーターを務める。千葉県船橋市出身。船橋市立役園大小学校、千葉大学教育学部附属中学校、千葉県立千葉高等学校を経て、東京大学法学部を卒業。 大学時代はテニスサークルや行政気候研究会に所属していた。1996年4月 NHK に入局。同年5月 NHK 岡山放送局に赴任し、地方記者として岡山県警察、岡山地方裁判所、岡山地方検察庁を担当。主に殺人事件、強盗、誘拐事件、汚職事件を担当する。 2000年7月、人事異動にて、東京放送センター報道局政治部に移動。内閣官邸記者クラブ所属となり、森吉郎内閣総理大臣、古川定次郎内閣官房副長官の担当を務める。現内閣総理大臣である、安倍晋三の番記者を、2002年官房副長官時代から担当する。北朝鮮の拉致問題で帰国した曽我ひとみ、蘇我み はすいけふさ村じむを訪問した際には、小浜まや佐渡島まで同行した。2008年、外務省記者クラブに所属。北朝鮮問題を担当。2009年、政権交代を経て、鳩山内閣の菅直人副総理の担当となる。2013年7月22日付人事にて、NHK 解説委員室に移動。政治担当の解説委員となるが、 政治部の記者職と兼務している。担当番組としては、おはよう日本、ニュースセブン、ニュースウォッチ Q、クローズアップ現代プラス、国際報道、解説スタジアムでコメンテーターを務める。2018年春からは、ニュース支部5時の木曜日レギュラー解説員として出演。戦後70年談は、安全保障法制の成立を目指していた2015年を、 安倍政権は天皇さんとしていたと指摘し、戦後70年段は安全保障法制という天皇さんを乗り切り、ウィングを広げ、支持率を回復した成功体験がおごりへとつながっていったとした。そのおごりが発言し始めたのは2015年10月の内閣改造であり、第3次改造安倍内閣では、自派閥から閣僚を4人起用し、3人は 専門分野でない閣僚企業であり、適材適所のスタイルが崩れたと解説した。2016年通常国会での施政方針演説、おごりが鮮明になったとし、その理由に、従前の施政方針演説では、建設的な議論を呼びかけていたのに対し、挑発的な文言を並べていたことを挙げた。また、2016年8月の内閣改造では、 適材適所を捨て、派閥力学を重視する姿勢に拍車がかかったとし、閣僚企業のあり方について見解を述べた。ありがとうございます。